私たちが暮らす町に水害の危険が迫るとき大切なのは正確な情報を知り避難につなげることですそこで気象庁はホームページ上に雨による災害の危険度を一目で確認できるキキクルを公開しています土砂災害、浸水、洪水の危険度分布をリアルタイムに色分けされた地図で見ることができます 県土はですね、このように段階ごとに色分けで分かれております赤の状態ですと高齢者等の方はあの早めに避難していただくとえ紫になりますとかなり県土が高まっている状況ですので各自避難につなげていただくというところでお住まいの地域のハザードマップと合わせてご活用いただきたいと思いますパソコンでキキクルへアクセスする場合は 徳島地方気象台のホームページから防災気象情報を選びお住まいの市町村を画面右上にあるタブから選択してください左下にあるキキクルと書かれたボタンをクリックすると雨雲の動きとともに災害の危険度を表す地図が一括表示されさらに詳しく見ることも可能です キキクル以外にもですね。気象庁では、熱中症警戒アラートの運用を開始しております。これからの暑い時期に向けて、熱中症にお気をつけください。よろしくお願いします。